非常戦の女は1933年4月27日公開の日本映画である。松竹キネマ製作、配給。監督は、小津康二郎。モノクロ、スタンダード、サイレント、100分。アメリカ映画に影響を受けた、小津監督による和製ギャング映画で、岡城司が暗黒画の男、田中絹代がその情夫を演じた。東京国立近代美術館。 フィルムセンターが119分弱及び120分尺の3 5ミ、mm、リメートルフィルム、120分尺の1 6ミ、mm、リメートルフィルムの3種類の上映用ポジプリントを所蔵している。2003年12月25日に小畜が発売したオズヤスジロー DVD ボックス第4週に収録された。時子は昼間はタイピストとして働いているが、 私生活では三流ヤクザのジョージと一緒に暮らしている。学生のヒロシもその仲間に加わるが、ジョージは彼の姉、カズコに惹かれる。トキコはそれを知り、和子を脅そうとするが逆に彼女を気に入り、自分やジョージもアウトローな世界から足を洗おうと決心する。ジョージも同意するが、ヒロシが窃盗を働きジョージはそれをかばうため最後の一仕事をやる羽目になる。ジョージとトキコは、 社長から金を盗み、広ロにその金を与える。警察から逃れようとしながらも、時子はジョージに自首する、よう説得するが聞き入れられなかったため、彼を撃つ。負傷したジョージは還元して二人は逮捕されるのだった。スチル写真。左は田中絹よ、右は岡ジョージ本作の撮影は、同年3月8日から4月にかけて行われた。原案のゼームス。 マキは、当初、伏見明、池田忠夫、小津、北村小松の共同筆名として生まれたものであったが、実際は、小津単独の筆名になった。池田による脚本は1週間で完成し、同年1月24日に、本読みが行われた。しかしこの当日、急遽、無車治次長から急ぎ者の,の撮影を頼まれ、1月27日から2月4日に、かけて、 東京の女を撮っている。なお、撮影補助の木下正吉は、後の木下圭介で、本作について、深夜撮影が多くて苦労したと10回している。特別応援としてクレジットされている。フロリダダンスホールとは、1929年8月、東京市赤坂区め池町30番地に開場したダンスホールで、1932年8月8日に一度、 消失しているので、翌年に撮影された本作への協力は復興後の同ホールである。時局が厳しくなった1940年10月31日、他の都内のダンスホールと共に閉鎖された。本作における田中絹代は、昼間はタイピストを務める勤勉なビジネスガールであるが、夜は一転して、ギャングの上夫という役どころである。山本紀王の指摘によれば、 ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督の暗黒外や非常戦の影響が濃厚であり、本作に先行するほがらかに歩めと、その夜の妻がオズにおける暗黒外ものであるという。ハズ・ミツネオは本作に、ウィリアム・エーウェルマン監督の暗黒外の女からの影響を指摘し、小市民作家のエネルギーを浪費しているといい、本作への失望を表明している。初回工業は大阪。 朝日座と浅草公園6区、帝国館で同時上映は冬島泰造監督、林長次郎支援の強格春甘傘。ありがとうございます。